どうもずんどうでーす。どうもみたらしでーす。二人合わせてずんどうとみたらしでーす。よろしくお願いします。はい、お願いします。いやー、エレベーターとエスカレーターってよく間違えますよね。なわけないやろお前。エレベーターとエスカレーターってほなあれとあれやろ。ほなお前とはもう漫才やってられへんわ。あー、本当に言ってんのかお前それ。オードリーありがとうございます。そうでさ、エレベーターとエスカレーターって間違いがちやん。間違いがちですね。毎回僕も言うたびにちょっと悩みます、うん、その間違える、二大巨頭の一頭ではあるじゃん。そうもう一個あるんだ。もう一個あれじゃん、あのリモコンとあのチャンネル。さすがに間違えたことないです。いや、僕は毎回ね、あのリモコンを指さしてチャンネル撮ってって言っちゃうんですけどね。はい、はい、なるほどね。で今回そのリモコンとチャンネルじゃない方のあのエスカレーターの話なんですけども、はい、1代目2代巨頭の1代巨頭の、あ、じゃあ2代巨頭の1代エスカレーターなんですけど、はいはい、エスカレーターってさ、あの関西とさ関東でさ、なんか夜方向っての寄る位置がさ違うじゃん。あー、右に寄るか左に寄るか、うん、立ち止まってる人がね。そうそうそう、立ち位置ってなんか違うじゃん、うん、あれ、はい、違いますね。意味不明じゃない？いや本当に意味不明。うん、なんか一応関東の方が左寄りだったけどね、うん、そうですね。で関西が右寄りっていう、うん、まあ、話じゃん、うん、で今まあ僕はあの関西県にはいるんですけど、はいはい、今住んでる地域は左なんですよ。ああ、なるほど。はいはいはい。で奥さんの実家も、うん、まあ、奈良県なんですけど、うん、左なんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。で確か京都とかに遊びに行く時も京都駅とかのエスカレーターは左寄りなんですよ。え、嘘、京都って右側だった記憶があるんですけど、それは気のせい。多分ね、左側なんだ。気のせいだと、まあその具体的に言ったらまあ地域によって違うのかもしれんけど、まあ確かに駅のとこは確か左だったと思う。はいはい。で大阪は確か右だったんですよ。だから大阪しかない説ある。そうと思って、これ決めたの誰やねんっていうところ、まあ調べる気もないですけど、誰やねんって言いたい。なんかでも諸説聞いたことありますよ。諸説ありのやつ、うんうん、あ、本当に？なんかあの東京は武士の出じゃないですか、うん、で、うんうん、沖縄じゃないや、あの大阪は商人文化だったんで飽きないのね、はいはい、でなんかその 武家の時はこう、うん、刀が左じゃないですか、左腰に刀を背負うので、はいはいはい、その左側に刀があって、そう右側にね止まってたらぶつかる、だからその左側通行みたいなのが一般的になってて、でその名残なんじゃないかっていう諸説をどっかで見たことがあって、それを見た時に、いや、どこの武士がエスカレーター乗っとんねんって思ったんだけど、確かに何言ってんだこいつって。的確な鋭いツッコミでしたけど、いやでもなんか言いくるめられそうですよね、うん、この諸説。確かにそれはね、なんでお前エレベーターの、まあ間違えたけどね。はい、体現しましたけど、うん、ね、なんでお前エスカレーター乗ってんのってなるね。騙されそうだね、うん、これ。そう、でもなんかその源流がそこにある、その左側通行の源流がそこにあるって言われると、なんか、うん、みたいな、そんな気もするなって思っちゃいますよね。まあそうだね。まあ、うん、言えるっちゃ言えるかもしれんね。そう。で、何を言いたかったか忘れちゃったんだけど、はい、困ったことに。あ、で確かあの沖縄は左寄りでしたよ。あ、そうなんだ。うん。そう。そう思い出したけど。はいはいはい。そうで基本的に左じゃねえかって話ですよ。そう、多分ね、九州とかも左ですよね、うん、あの行ったことないですけど、確か福岡も左だったと思う。右ではなかったはず、うん、違和感はなかったから左だと思うんですよ。で、はいはい、で僕この前、まあ、電車でね、
まあ、駅のエスカレーター乗ったんですよ、最寄りの、うん、で、まあ、確か帰り道だったんでちょっともう急いで帰りたくて右側をトコ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 歩いていこうとしたんですよ、はいはいはい、エスカレーターのね、はい、でなんか歩い最初の方は良かったんだけど途中でなんか前の人が止まっちゃってなんでって思っちゃうよね、そうそう、たまに、うん、詰まってパッて隙間から前見たらなんか止まってるんですよ右側でなるほど、いや別にね間違いじゃないよと、間違いじゃないんだよこれ絶対に、うん、なんならもうエスカレーター壊れちゃうからね、なんか左右偏らずに乗ってくださいとかいうね張り紙もいろんなところで見たりするからさ間違いじゃないんだけどさ、はいはいはい、うん、違うやんって違うやんって思うじゃんやっぱり最初に、うん、急いでる時とか特にね、うん、っていうのをなんか思った次の日、まあ、最寄りの駅使ってまあ通勤をしようとしたら、はい、なぜかそこのエスカレーターがなんか使用できなくなってて、ほう、なんかチェーンみたいなのが何チェーンみたいなのがかかってて塞がれてたんですよ、うん、立ち入り禁止みたいな、立ち入り禁止のね、これやっちゃったなと思って、うん、エスカレーターのことすごい悪く思っちゃったから多分禁止にされたんだろうなと思って、あ、そうやっちゃったなって思うよ、そう多分そうなんだよね、うん、っていうね、話なんですけどもすごい着地点だな、すごいね、漫才って面白いね、漫才って面白いねそうなんだよね、でまあこんな感じじゃ多分終われないと思うんで、一応ね、はい、全国の、ね、エスカレーター事情を、まあ、簡単にですけど調べたんですよ、 お今僕もちょうど気になりすぎて片手間に調べちゃいました、うん、あ、じゃあ同じサイトかもしれんけど、完全に右寄りっていう名言じゃないけど実際に右に寄ってる県としては、うん、大阪と兵庫と和歌山だけらしいですわ、はい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 、他はもう左か、まあ、どっちも左も右もあるよみたいな感じらしくて、うん、基本的には左で秋田福井と、はい、奈良と鳥取、は徳島、香川、佐賀、長崎、宮崎、沖縄、まあ、まあ左右どっちでも行けるっぽいですね、へえ、まあ聞いたからなんだって話なんだけどまあでも初見殺しだよねこんなん言ったら、うん、だし東京の、うん、そう人がさ少なかったらさ前に習いしちゃうよね基本的に、まあそうだよね、うん、しかもまあ言えないしね、すいませんともどいてくださいなんて言えないしね、うん、でその何前の人がさ右に並んでてさ自分が、うん、いやいや左でしょって言って左に立ったらさ結果的にそこで詰まっちゃうわけですから、そうそうそう、しゃあなし右にね立つしかないと、うん、そう、しかもおばあちゃんだったらなおさら言えないしね、確かにはい、というわけでエスカレーターとエレベーターはすごい似てるよって話だったんだけど、うん、まあ本当にそうだっけ、お後、はい、もよろしいようなのでもうみたらしさんとはもう漫才やってらんねえよ、だから本当に思ってんのか、そんなよ思ってなかったらこんな楽しく漫才やらねえだろう、あれ俺いつも思うけどそんなに面白くないよねまあ別に多分本人たちもね、はい、面白いと思ってないですから、はい、それではバイバイ。